こんにちは、チャンシーです。ナッシュについて考察していこうと思います。その1、ソバット。その2、2MK。 この2つを確認していきます。ナッシュのソバットは発生11フレーム、ガードでプラス3フレーム、足元判定が薄いです。なので 2MP などを置いて潰します。密着でガードしたら 5LK から反撃が可能です。遠目でも先端以外であれば 2MP は届くので、まずは暴れさせないようにして読み合いを回しましょう。ナッシュの 2MK は発生8フレーム、ガードでプラス4フレーム、判定長めです。ベガの 5MK も勝ちにくいです。先端気味に 5HP を打ったり、アックスで外から攻めることが良さそうです。置きであれば 2MP を置くことで中足を潰すことが可能です。ご視聴ありがとうございました。今後もこのような動画や対戦動画のアップロード、ライブ配信などを行ってまいります。もしよろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。